どうも謎に唐突にゃんこ大戦争の動画を出すかかとどです。すごい久しぶりで、今回ですね、ちょっと僕ランマっていうのを持ってるんですけど、なんか適当にやったらガチャ出てきたやつなんだけど、あいつ死んだこと見たことないのね。ちょっとランマやっていこうということで行ってみましょう。それではレッツラゴー。さあ群馬県に来ております。まあランマっていうのは結構お金がかかるキャラクターなんで、ちょっとそれまでは頑張って耐えます。さあ間もなくランマが出てきた。さあこっからはもうランマ以外出しません。カンガルー吹っ飛ばなくね。あ、吹っ飛んだ。ほら強くない？ちょ、強いのを自慢してんじゃなくて、このランマを誰か暗殺してほしいんだよね。なんか無理だと判断して出しちゃったわ。でもやられる気がしないんだよねランマ。この先になったら強くなるのかな、全くわからないけど、正直言ってこのステージはランマ一人で十分だと思う。今このなんかお好み焼きの鉄板持ってる人外したんだけど、ちゃんと綺麗になってきた。ヤンコ大戦争ってさ、なんかどう動画にしていいのかってさよくわからない。なんかあ、言ったけどなんか動画にしようか迷うんだよね。なんかあんまり伸びなさそう。何気にランマ暗殺計画とか言いながら買っちゃった、ね、あえて動画にしなかったんだけどさ、さっきなんか栃木かなんかのさ県でさ一回負けたからさ、ちょっと今回本気で耐えるわ。でランマを召喚していこうかなと。ランマ召喚いたしました。さあいつ出てくるのでしょうか。武将に現れた。さあ今回のターゲットはランマ。果たしてゴリラと猫とリスとヘビで倒すことができるのか。できなさそうだな。倒してくれ。今回ランマ暗殺したいんだって。なんかこの日本のさステージってさ、なんかもうランマ一人いれば十分みたいになるじゃん。いまだにランマがやられてるところを見たことがない。強そうな者たちが出てくるけど圧倒的に倒されていく。ペンギン期待してるぞ。ペンギンいいぞ。耐えろ。もっと攻撃しろ。ナイスだ。ペンギンがやられてしまったって思ったらまた出てきた。さあいいぞペンギン、もっと攻撃するんだ。あと4万回攻撃していいから、もう ラムやっちまえよ。やばい、勝てそうな人たちが出てこない。本当にランマ一人で十分になっちまう。さあゴリラいいぞ。さっきのあのマップゴリラになんか制圧されて、ゴリラー、嘘でしょ。でも来た。ランマ強いよ。